図で説明したいと思います。まず上からですね、これはトランシーバーみたいな感じでギターの音を無線で飛ばしてこの受信機でキャッチします。これ1987年の発売以来、プロ用ワイヤレスの定番ブランドですね。ヒデはチャンネル切り替え可能な上位モデルを使ってました。でこのワイヤレスでキャッチした音を次のプリアンプっていうやつに届けます。このプリアンプっていうのはそれぞれつまみを調節して音を作る機械なんですけど、あの家庭用の CD プレイヤーとかそのバス、ミドル、トレブルってあるじゃないですか。あんな感じですね。音を作るものがプリアンプです。でこのプリアンプで歪んだ音を作ります。音はデータとしてセーブしておくことができます。100個ぐらい多分できるかな。これは動画の後半でこの PSA1 を詳しく紹介したと思いますので最後まで見てください。そして次はですね、音を歪ませるとノイズが発生するのでそのノイズ成分だけ除去するためにこのノイズリダクションっていう機械を使ってます。これもノイズの除去加減を複数セーブできるタイプなので、こういったセーブデータを切り替えるのには、まあ、直接機械のスイッチで切り替えることもできるんですけど、フットコントローラーっていう機械を使って足元でこのデータを切り替えるっていうことをします。ヒデ本人が踏むこともあればギターテクニシャンの熊谷さんが切り替えることもあります。リハーサルを重ねてこのお互い入念な打ち合わせを経て成り立つ作業ですね。そしてですね、次はスピーカーシミュレーターっていうやつですね。このパルマのスピーカーシミュレーターですけど、これ簡単に説明するとですね、スピーカーから出たような音にしてくれるっていう機械です。こういうものを使うとですね、わざわざアンプから音を出さなくてもリアルなサウンドでレコーディングできちゃうっつうわけですね。このシミュレーターからミキサーに行くルートとパワーアンプに行くルートで分かれてます。でこのパワーアンプっていうのはですね、ざっくり説明すると、まあ、プリアンプで作った音をただパワーアップさせるっつうものですね。でこれヒデは VHT のクラシックっていうのを使っていました。これもともとプロ仕様としてオーダー生産されてたものが始まりみたいで、80年代から数々のミュージシャンを支え続けてきたそうです。今はまあ生産終了していますが、今でも人気なので、高値で取引されています。んでですね、最終的に、このプリアンプパワーアンプを通った音が最終的にこの真ん中の2台のキャビネットっていうので鳴らしてますね。これキャビネットとかキャビとかそんな風に呼びます。中に12インチのスピーカーユニットが4つ内蔵されています。この木箱に収まっているので低音がしっかりと出ます。これで音が全て完成するんですけど、この完成した音をマイクで拾って PA というところに音を預けます。そこでさらに音量を上げてもらって会場のスピーカーからヒデサウンドを出します。でこのルートではない別ルートに戻りまして、スピーカーシミュレーターからミキサールートですね。このミキサーってものはあれですね、野菜とかフルーツとか入れてスムージーとか作れちゃうあれって言ってほしかったんでしょ。そろそろボケてほしいんでしょ。音量バランスを調節したりするものですね。ミキサーですね。でさっきスピーカーから出た音も PA に音を預けてましたよね。 PA っていうのはですね、パブリックアドレスっていういいんだよね。パブリックアドレスっていう略で、ライブ会場の心臓部みたいな場所ですね。大事な場所です。で PA にはさらに大きなミキサーがあって、プロの専属 PA さんがヒデの音やパタのギターだとかヒースのベース、ヨシキのドラムで、さらにトシのボーカルなど声など、会場にも全ての音量音質のバランスを整えて、会場のスピーカーから一斉放出させる場所です。それが PA さんの仕事ですね。心臓部です。でこの開演前のリハーサルとかこの作業を行ってるわけですね。音量調節の
そしてヒデの場合は直接 PA に行くルートでサウンドメイクして、でスピーカールートからしっかりと生音と低音を鳴らすようにしているそうです。 2K 等の音を PA 側でミックスして会場から出してます。でこれ大雑把ですけど、これがラストライブの時のヒデの歪みサウンドの元になります。でついでにクリーンもささっとやっちゃいますけど、歪みとクリーンは完全に独立させたシステムで構成されてます。クリーンのプリアンプはこれは1994年発売のですね GSP2101 っていうデジテック製品のチューブプリアンプマルチエフェクターです。ちなみにこれは YOSHIKI さんも2台持っていて、ダリアのボーカルパートで使ったんだっけな。でそしてクリーンの信号はミキサーから PA さんのところへ行って、もう一つの信号はパワーアンプへ行くんですけど、ロックトーンのこれベロシティシリーズの中で唯一の真空管パワーアンプなんですよね。これベロシティバルブっていう 80W のステレオ仕様ですね。当時はこのクリーンで使ってたけど、その後歪みでも使ってみるとかなんとかっていう話でした。でパワーアンプの後はこのキャビですね。クリーンサウンドはこの両端のキャビをステレオで使ってたらしいです。そしてマイクでキャビから出た音を拾って、これもまた PA さんのところへ運んで、クリーンのギター信号も直接な音とスピーカーから出た音をミックスして、この足りない音っていうか音域っていうかを、まあ、補ってサウンドメイクしてたみたいですね。で、今回はこの歪みとクリーンだけを見ていきましたが、もちろんこれらの機械以外にも複数のエフェクターを使っています。んでですね、この時のヒデサウンドに近づけたいっていう人がいれば、これ絶対プリアンプですね。これ押さえておきたいですよね。歪みなら PSA1 で、クリーンなら GSP2101 ですね。でちなみに PS1 の最新モデルっていうのはですね、このフットコントローラータイプになってます。これ多分今年出たんじゃないですか、2020年ですね。でそしてこれ僕がダリアを弾いてみた時はですね、この PSA-1 の PC ソフトバージョンですねを使っていました。そのソフトバージョンとハードバージョンの違いをちょっと検証してみましょうか。それちょっとこっちやってみましょう。はい、
でもハードでもいいですよね。これ結構熱いんですかね。